何やってんだターボ。羽村の頭。話せ俺。ターボーがチンピラ相手に喧嘩売るわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか。いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか。いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よからね。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。すいませんでした。ケンゴ、お前まだターボに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢上さんだ。はい、よろしくお願いします。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ、腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしちまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ええところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しちまったんだよ。マジっすか。結局それで死刑よ。そういやあいつもう吊るされたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。あ、これ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分を引いてあるんで、あとどうぞ。おう、板についてきたじゃねえか、取り立てや。おかげさまで。ふん、カイトのやつは元気か。ええ。なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。お前も親父のお気に入りでいるうちは多めに見ててやる。松金のおやすさん、お元気ですか。素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。おい、行くぞ。